そうだ、さっきココナッツが食べていいよってこれ置いてったんだけど、この中のこの包み紙が取れなくて困ってんだよね。ねえ、あの誰もが知るボンタン飴のはずなのに、包み紙はオブラートだからそのまま食べられるはずなのに、なぜ彼は一体何をしたいというの？これはボンタン飴の正しい食べ方へ俺を導いてみろっていうこと？そういうわけね。私がココナッツ君のライバルとしてふさわしい能力を持っているかを試そうというのね。その挑戦受けてやろうじゃない、遠藤君。何？トウ君お待たせ。あなたの心に張り付いたオブラート、私が剥がしてあげるわ。なんだかわかんないけど、んバッチコイ。うわ、変なタイミングで帰ってきちゃったな。ココナッツ君、少しそこで待ってなさい。一瞬で終わらせるわ。これを説明するのに言葉はいらない。そう、とてもシンプルな答え。この時、トウの口の中に入ったボンタン飴は激しい回転と絡みついた唾液によりすごい勢いでオブラートが溶けていたのだった。あの、トウ君大丈夫？うん、ほんのり変わるボンタンの風味、おいしい！グッジョブ！遠藤君、あなたの心のオブラートしっかり取れたかしら？はい、綺麗さっぱりに。何？この人たち。